ドーエル教授の首は、ロシアの作家、アレクサンドル・ベリア・エフによる1925年の SF 短編小説。短編形式の最初のバージョンは、1925年に、ラボーチャヤがゼータ紙に掲載された。同年、フシミールニースレダプイト氏に連載開始。ベリア・エフは、病気が悪化して、体が全く動かなかった期間の自伝的物語で、あり。 体がなくても頭は何かを感じることができるかを伝えたかったとしている。ドーエル教授と助手のケルン博士は人体の個別部分の独立した生命維持に関する医学的命題ことにしたいから頭部だけを切り取り生き続けさせることに熱心に取り組んでいた。ケルンは全息の発作の際に過剰な薬品を投与し、ドーエルを殺害する。 ドーエル教授の頭部は現在も生き続けており、ケルン博士の研究に協力させられていた。当初ケルンは脅迫や拷問によって協力を引き出そうとして失敗したが、結局ドーエルはケルンの研究に対する科学的好奇心には勝てなかった。ドーエルの世話のため新しい助手としてジョイ・マリー・ローランが雇われた。ケルンはドーエルが口が利けないよう処置をしていたが、マリー・ローランは ドーエルの表情などからそれと察し、金を破って空気線を開けて、ドーエルとの会話を可能とした。ローランは、ケルンの策略をすべて聞き終わると疑憤にかられた。ケルンは、研究を続け、モルグから、新たに二人の遺体を譲り受けると、これも生きている首とした。交通事故で死んだ三十歳くらいの男性労働者の、トマト流れ玉に当たって死んだ酒場の歌手ブリーケである。ローランは、 ドーエルとの会話をケルンに気づかれ研究所に監禁状態となってしまう。新たな二人の首はドーエルほど聞き分けは良くなかった。ブリー家の繰り返しの要求により、ケルンはブーリ家の頭部を新しい体に移植する決意をする。ドーエルの忠告により動物実験から始めるが、成功する確率は低い手術であった。再びモルグで美しく若々しい女性の遺体を、 確保すると、ブリーケの首を移植。奇跡的に手術は成功して、ブリーケは徐々に新しい体に馴染んでいった。ケルンが学会への発表のため自分を研究室に縛り付ける心づもりだと感づいたブリーケは隙をついて脱走する。偶然にもブリーケに移植された体は、ドーエルの息子の友人のガールフレンドのものであった。彼らは、彼女の体を認識した。二人は協力して、 ケルンの息のかかった精神病院に囚われていたローランを解放した。ドーエルの息子とローランは偽装されていたドーエルの首がカメラの前で真実を明らかにする手助けをした。ドーエル教授は死ぬ前にすべてを語り、名誉が地に落ちたケルン博士は自殺した。現実の頭部移植手術はソビエト連邦とアメリカ合衆国で半ば成功したが、被検体は 人間ではなく1日以内に死亡した。生きているのをロボットに移すという手段は、末期患者の救命手段の可能性として、検討されている。1979年に、ドーエル教授の首の映像化作品、エリ教授の怪奇な情熱が、フジテレビ系列の日曜恐怖シリーズ枠で放映された。レオニード・メナケル監督により、ドーエル教授の首というタイトルで非常に大雑把に、 映画化された。この映画は原作の基本的前提のみを使用し、キャラクターとストーリーに多くの変更を加えている。中国の物語に置き換えられた中国5番映画、ザ・ヘッド・イン・ザ・ハウスは1989年に西安映画スタジオにより制作された。ありがとうございます。